はい、こんにちは、こんばんは、りょうです。今日なんですけども、自分はねボクシングやってて、まあ、自宅トレーニングをやってるわけなんですけども、その自宅トレーニングで、新たに取り入れるものがあります。新たに、取り入れるものはこれです。じゃじゃん、ハンマーです。 4.5 キロの、ハンマーになります。というわけでね、これを使ってハンマートレーニングをこれからやっていこうかなと思ってます。まあ、まずね、なんでねハンマーがねあるのかというと、まあ、これ最近買ったものではなくて、もともと自分がね、今から2年前引きこもり時代の時に、4つ上の兄がいるんですけど、その兄に、誕生日プレゼントなんか欲しいの買ってあげるよっていうことで、それなら自分はハンマーが欲しいと、自分がボクシング始めたらハンマートレーニングで鍛えたいから、その時使うために、まあ、ハンマーが誕生日プレゼントで欲しいということで、その時、兄からハンマーを、誕生日プレゼントでもらいました。で、まあそれからね、3年後じゃないか、それからまあ3年間引きこもって、でやっとボクシング始めて、でまあやっとこのハンマーを使う時が、ついに来ました。では早速ハンマートレーニング、やっていこうと思います。でね、いつもの自宅トレーニング部屋にいました。でハンマートレーニングの、ね、やり方なんですけど、自宅でって思ったね人がいると思うんですけど、大体ね、こういうボクサーの方とか格闘技をやってる方の、まあ、ハンマートレーニングって言ったら、大体大きいタイヤを下に置いて、でバーンって、振り下ろす感じでタイヤに打ち付けて、まあ、ハンマートレーニングをね、行うと思うんですけど、まあ自分の場合はさすがにね、公園でタイヤとハンマーを用意してうらーってやってたら、一人やったに不審者っていうか通報されたりするじゃないですか。あと、まあ、家の前でやるのもね、なんだか、まあ、やりにくいというかね、やれないんで、まあ今回の、自分がやってくハンマートレーニングの、まあ、やり方は部屋の中でもできる。部屋の中って言っても安全面とかにちゃんと注意して、ハンマートレーニングやるからこっち込んでねっていう、まあ事前のいろいろ安全面を配慮してのことなんですけど、でまあ自分の、ハンマートレーニングのやり方は、まあ、タイヤとかに打ち下ろすんじゃなくて、こう持ってでそのまま途中で止めるってやつですね。よいしょって感じです。まあ、このやり方はボクシングとか格闘技好きな方はね、わかると思うんですけど、まあ、元世界チャンピオンの畠山孝則さんが途中で止める、空振りさせる、まあ、ハンマートレーニングのやり方で、まあ、毎日やってたみたいで、まあ、このやり方はね、畠山さんがすごい有名だと思うんですけど、あと、室伏広治さんも途中で止める、ハンマートレーニングのやり方をね、やってるみたいですね。じゃあ早速ね、まあ、やっていこうと思います。いやー、多分長めにちょっと持って、はい、というわけで、もう今ね、この自分のトレーニング部屋、クーラーとかついてないんで、ちょっとね、ハンマー50回ぐらい振っただけでこんな汗びしょびしょなんですけど、というわけでね、今日、ハンマートレーニング、やってみました。これからもね、やっていこうと思います。で、まあ、ハンマートレーニングの畠山さん流のやり方の注意点は、タイヤとかに打ち付けないんで、ハンマーの勢いを吸収するものがないんで、まあ、より負荷はね、大きいんですけど、まあ、人体とか怪我もしやすいと思うので、しっかり怪我しないように注意しながら、まあ、やる必要がありますね。というわけで、まあ、ハンマートレーニング、やってみました。ご視聴ありがとうございました。